忘れてたので。あ、眠たい。なんかね、今日は観覧車へようこその収録に行ってきました。なのでメイクをしています。アルバム持ってきました。みんなありがとう。イエーイ。じゃあ、しかも今日はちゃんとね、この固定を。今日もアホ毛がすごい。今日はでも昨日よりマシか。でもここがやっぱさすね。ちょっと抑え。めっちゃ出ちゃった。よいしょ。うん、大丈夫かと。どうだ。あ、ほら収まった。よかった。はい、ということで前髪にも塗っとこう。オイル消えた。多分ちょっと残ってもういいか。はい、ということで今から読んでいきます。みんなが書いてくれたやつを。このね、私びっくりしちゃったの。すごいのよ、見て、すごくない？いやもうこれメンバーが作る卒業アルバムよ。やばいよ、もうびっくりしちゃった。私1枚目開いた時、ちょっと全部振り返っていきますね。まずびっくりした、本当に。全部さ、こうね、シールにしてくれてるの。ちょっとこの こういうのとかシールにしてくれてて、びっくりしちゃった。本当にありがとう。懐かしい、去年の初めとか。それでも好きだよ。誰とか、あのね、あれだね、あのバレンタインコンサートの時のやつとか。懐かしい、もう懐かしい思い出が。よいしょ、ドン。たくさん詰まってる。ありがとう。イエーイ。これでもちょっとどう見せればいいんだろうか。これは年末のやつだね。私の2019年の誕生日から2020年の誕生日までの出来事がここにあるんだね。ありがとう、みんな。また直接お礼を言わせてください。すごい懐かしいですね。で、ここからはこのちらっとこれ、こっちとね、こっちがあるの。あの名前は言わないからね。あのみんながどういう感じで好きになってくれたかとかを見たりとか、あとね、この全部メッセージと浴衣を一言で表すと、漢字一文字で表すと、とあと見てみたい曲をね書いてくれてるんですけど、一つずつ見ていきますわ。好きなユニット、見てみたいユニット。お、それでも好きだよ。だってそれでも好きだよ。もうね、でも叶ったもんね。浴衣を一文字で表すと姫らしいです。姫だって。好きになったきっかけ、オーディションの頃。あ、めっちゃ前だね。じゃあ本当に一番最初の頃に見てみたいユニットはウィンブルドンの青。あ、そっか、好きなユニットと見てみたいユニット。なるほどね。おわって感じなんだね。どっちか。好きになったきっかけは劇場最前席で見たハングリーライオンの時の青の可愛さ。あ、あれだね、あの
何だったっけ、2番の A メロ、ハングリーライオンの。懐かしい。それでファンの人なってくれたの嬉しいです。愛しさのディフェンス聞いたことあるよ、この曲。好きになったきっかけ、雨の動物園のゾウさん。ゾウさん、おお、すごいね、やば、いつめちゃ懐かしい。ひかたの一文字で表すと癒しだって。あ、このさっきの方はね、花だった、優香の花ですね。好きなユニットは、見てみたいユニットは炎の東海ミルとプライド。あー、なるほどね。見たいユニット、好きなユニット、ナイティナイティフォーのライメン。あー、好きになったきっかけは推しつながり、須田さん推しつながり。あー一緒ですね。ゆうかたの一文字で表すと若いだって若い。見てみたいユニットは片思いの対角線、聞いたことあるな。好きになったきっかけは七期生のパーティー公演。あー、めっちゃ前だね、すごい。ゆうかたんを一言で表すと須須田あかりさんの須ですえーと、見てみたいユニットは純情主義。純情主義ね、私バックダンサーやったことあるんだよ、知ってた？めっちゃ昔に一回だけ 7D2 でバックダンサーした。気になったきっかけ、公園で気になった口から言ったら優しくフレンドリーに接してくれて可愛かった。 ありがとうございます。夕方を一言で表すと柔軟の柔、うん、なんでだろう、柔らかいっていう字ですね。見てみたいユニット、セーフレジスタンス。うん、好きになったきっかけ、カラー動画。あー伝説のカラー動画ですね。ゆうかたんを一言で表すと楽しいのたの。うん、嬉しい、たのたの。狼とプライド、あ、狼とプライド多いね。好きになったきっかけ、オーディション。おお、これ一人ずつ読んでいくとさ、もう時間なくなっちゃうよねちょっとなんか目に留まったやつだけ読んでいこうかな。でもなんか一言で表すとの花が多い、花とか愛が多いね。ありがとう、花は嬉しいね、自分の名前についてるもんだから。うんーと、好きなユニット1994のライブ、すごいな。うん、あ、炎の音が多い、炎のとわがままの流れ星。うん、劇場公演で好きになってくれた人めっちゃ多い、嬉しいですね。うんーと、ハングリーライオンの青が好きです、めっちゃ多いじゃん、嬉しい。最近やってないけどね、あんまり。スカートヒラリだって、クラスメイト、バーティー公演のあれも曲も多いですね、嬉しい。あ、ハート型ウイルス見てみたいって、私ハート型ウイルスやってみたいんですよ一回は。今日衣装が可愛い、すごいな。キャンディ、逆転王子様、雨のピアニスト、おお、全部やりたい。雨ピアやったことあるんだけどね、キャンディと逆転王子様やってみたいです。うん、みんなのメッセージは後でまた見ますので。うん、初めて公園で見て可愛いと思った。うん、ありがとうございます。字が可愛い。木崎ゆりあちゃんの卒業公演。好きなきっかけは。嬉しい。ありがとう。はい。ほらもう、ハングリーライオンの多さがレベチだよ。だってこのページだけで1、2、3、4、4人いる。
やば。ゆがたんを一言であります。重い。重いの重。見てみたいユニットジッパー。ジッパーも多いね。ハート型ウイルスも多いね。バルキー。赤ピンね。ユニライオン劇場で見たい。ハングリーライオンやりたいですね、また。みんなは青でしょ。私も青が好き。すごい仲だった。あ、ここにもいる須田あかりさんの巣。一口とであら。でも花が多いな、やっぱり。そんなに華やかですか、私。そんなに華やかですか。あ、狼とプライド。枯葉のステーション。狼とプライドもあるね。でもなんかみんな結構この下に書いてある名前が見覚えがある。みんなキャンディー残念少女、ちょっとすみれさんを通して優香のことを知りました。ありがとうございます。青顔何度も見て、すごいな、なんか本当に細かく書いてくれてるみんな。好きになったきっかけがすごい握手会のレーンで見かけた時に可愛い子がいるなと思って、レーンで見かけるってさ、好きになってくれるってなかなかないよね。嬉しい。うわっすごいよ、全部英語で書いてくれてる。 Happy birthday, I hope that you remember to enjoy your 17th year. We will always be supporting you. わからん。好きになったきっかけ、あ、プロデュース48だ。ありがとうございます。プロデュース48だから、めっちゃ嬉しい。そんな英語で書いてね、英語で、ありがとうございます。合ってた私の英語、後で翻訳しますね。心の端のソファーだって見たい。私も見たい。すごいね、プロデュース48でさ好きになってくれた方。いえ、ありがとうございます。嬉しいですね。これだけでも言ってよかったと思う。あ、でもユリアさんの流れもあるし。待って、めっちゃ面白い。好きになったきっかけ、ソロコンのバターソテー。それで、ね、嬉しいけど、ソロコンのバターソテーで好きになってくれたの嬉しい。ソロコンのバターソテーって、そう、バターソテー作ったんですよね、ステージ上で踊りながら。生焼けだったんだけどね、結果。初恋泥棒、懐かしい僕の響きが。初恋をこんにちはがみたい。懐かしいよね、バターソテー。キャンディー、キャンディーね、やりたいよ私も。たまたま見た時にめちゃくちゃ可愛かったんで。嬉しい。コケティッシュ渋滞中、発売記念生放送の自己紹介を見て、めっちゃ前じゃん、すごいね。あかりん、ゆうかたん、ゆなのの観覧車へようこそ、公開録音。おー、懐かしい。みんな結構子さんだな。ありがとうございます。懐かしいものばっかり書いてある。フィンランドミラクル、やっぱ
ハングリーライオンめっちゃ多いな。アカリンとオオカミとプライドやりたい。それやりたいな。初恋をこんにちは。あ、それさっき言ったわ。声が好きなのでこの世界が雪に埋もれる前にが見たいです。この世界が雪の中に埋もれてく前にってやつでしょ。で、なんだったっけな、あのチーム S の曲でしょ。でその曲ユニット曲になるまで知らなかったんだけど、めっちゃいい曲だなと思って。大好き、私もこの曲。ハングリーライオン多いですね。君のカップニングイズセンターで、あーやってみたい。センターはね、センターだけかな、私水色だけかやったことあるのは。思い出以上いいね。かっこいいのも、かっこいいのもあんまやったことないの。浴衣をヒットだから出すと、ここもうみんな愛ですね。ありがとう。愛おしいの愛なのかな。走っている意味なんて何もないけど、何かしたかった。すごい人いるよ。名駅の新幹線ホームのキオスクでゆかたんと連番した時、こんな可愛い子が世の中にいるんだと衝撃を受けた。面白いな。そういう出会い方もあるんだね。面白いな。いろんな人ですね。さまざまなきっかけがあって、すごい。クロスを見てみたい。クロス。わかんないよ。あ、いける。だでしょ。あんま踊ったことない。奇跡は間に合わない。また、あ、見てみたいユニット。ああ、やったことありますよね。懐かしい。津田さんと、あの、羊年姉妹でね、やらせていただいたんですよ。懐かしい。またやりたいし、もう覚えてない。あれ難しすぎて。覚えてない。キャンディー。キャンディー多いね。カップリングビズも多い。あ、自分らしさ。自分らしさはそれぞれさ。これはすみれさんの卒業公演で踊ったからめっちゃ覚えてる。ハングリーライオン率が、あ、愛してるとか愛してたとか、あゆかバージョンだって。私ダンスできないから、あゆかぴょん一強になっちゃう。私もう本当にもう浮いちゃう浮いちゃう。あゆかぴょん上手いからな。ここで一発いいね。ダンス言うか。すごいな。お披露目でを見て、劇場公演でパフォーマンスを見てありがとうございます。嬉しい。公演で好きになってくれたのめっちゃ嬉しいな。ファンのみんなが楽しそうに握手しているのを見て気になった。うわ、公演率が多い。あとすごい。ゆかたを一言で表すと娘。娘。あ、終わっちゃった。あ、すごい。終わっちゃったけど全部読めなかったけど、じゃーん。最後のページもこうね、すごいね。こっちもさ、さっきもこうね、ちょっとこう 見るか、こう、あれ、ここかなんてさ、ね、こっちもお腹だった。すごくない？私は今サラダを食べたばっかなんで、ちょっとねダイエット始めなきゃと思ってサラダを、ね、食べました本日。
お腹すいた。サラダだけじゃお腹すいちゃうけど我慢。すごいな、いっぱい可愛くさこう書いてくれて。ウルフェス遠くかアリスコスプレ、懐かしい写真からめっちゃいろんな写真あるな。ご褒美企画夢のポッケ、あー懐かしい。しかもなんかさ、そうハムスターのものとかあのシールとか貼ってあるのが本当に嬉しい。あと毎回思うんですけど、これ本当にすごくないですか。本当に私どこ のメンバーのやつ見てももういいすごいみたいな。今回そういうとこのね、そういうとこあるよね、やつよいしょ、かわいくやってくれた。ここにベンちゃんがいますね。ベンちゃんと このイラストめっちゃかわいい。てかもうこの2つのイラストマジでかわいい。ありがとうございます、描いてくださった方。痛い痛い。またゆっくり読みますので、ありがとう、書いてくれたみんなありがとうございます。これがみんなの前で読めてよかったです。かわいい、イエーイ。このそういうとこあるよねの衣装絶対さ、この生地絶対見つけるの大変だったくない。どこにもなくない。だってそう嬉しい、ありがとうございます。置いとこう、よいしょ。今日皆さん何をしてたんですか。よいしょ。毎回何してたんですかって聞くんだけど、1月25放送ですね。観覧車へようこそ。ナッキーさんとリカさんと撮ってきました。大学の研究大変ですね。やば、お仕事お疲れ様です。みんなお疲れ、お疲れ様です。そんなみんなお疲れなのに私のこの配信を見てくれてるんですか、ありがとう。お仕事、部屋の片付け、みんなの疲れが吹っ飛びますように。パーン。ゆかたの配信は締めのデザートみたいなのも本当にバイト頑張ってきた、お疲れ様、元気になる、ありがとうございます。これ見れなかったら逆にやっちゃう。そんなにありがとう。吹っ飛んだ、よかった。私は今日はそのラジオ終わった後にコンビニファミリーマートに行ってきて、でなんか今くじやってて、サンリオのくじやってて、でキキララちゃんが言ったから思わず1枚買ってやったら、なんかマルチケースみたいなのが当たって嬉しかったです。後ろにキキララちゃんがいたので今日はルンルンですね。キキララちゃんまだ好きなんですよ、はい、あんま私くじとかあんまやんないタイプの人間なんですけど、運に任せることあんまやらないんですけど、ちょっとそれは欲しくなっちゃって買っちゃった。でも本当はピンクのマルチケース、なんかブルーとピンクがあって、ピンクかブルーだったらまあピンクかなって、可愛いからそっちにしようかなと思ってたんだけどブルーでした。でも本当にマルチケースが一番欲しかったから嬉しかったです。また買っちゃうかもしれない。みんなもやってみてね、キキララちゃん、キキララちゃん。でもあの今ヒーローアカデミアの一番くじをやってて、それ本当にもうどこにも売ってないんですよ。もう本当にめっちゃ回ったけどどこにも売ってなくて、そう
感じですって感じ。なんかなった私ごまドレッシングが好きで、いつも公園とかでサラダ出る時もそのごまドレッシングをその必ず一番に取るんですけど、そうで今日もごまドレッシングを食べたんですけど、ごまドレッシングって太るんですよ。ドレッシングの中でも一番太ると思う。でマジかってなってます。ひろか誰推し、とどろきくんかな、とあとイレーザーヘッド好きです。チョレギサラダいいよね、わかる。チョレギサラダは本当に美味しい。ごまドレッシング自体がカロリーが高いから意味ないなって思って、ごまイコール油、やっぱそうだよね、ごま油とかあるもんね。シーザーより太る、あーどうなんだろう。でもごまドレの方が、でも私はごまドレッシングが好きなんです。それは本当に譲れないから、ごまドレッシングが大好きです。みんなは何のサラダが好きですか。でもサラダってドレッシングがなかったら美味しくないから、葉っぱだけじゃ食べれない。しゃぶしゃぶはごまごまです、絶対ごま。シーザーね、フレンチ、フレンチもいいよね、おいしい。青じそ、青じそね、いいね、私ごまだな。やっぱごまだよね。ごまやめられないんです。で今日はそれを食べて、でも私多分絶対太ったんですよ、聞いてほしい、みんなすごい顔してた。絶対太った。なんか私この家の体重計が壊れちゃって、壊れちゃってっていうか使えるんですけど、なんかその今ここにあるんですけど、あのねちょっとアホよな気になるから、なんかこの位置さすごい嫌なんだけど私。よいしょよいしょよいしょ、あこうしよう、あこうしよう。そごまごまじゃない、なんだっけ、体重計、そう体重計が壊れちゃって、なんか日付からやり直しみたいになって、そうでもこの間その分かったら変わってなくて、えっと思った。私絶対お正月で太ったと思ったのに変わってなかったんですけど、でも見た目的には絶対変わってるし、なんかむくみがすごいので本当に痩せます。2021年はカリコリ目指して頑張ります。やっぱアホ毛目指すようになっちゃったよね。あとねハイネックが似合わないんですよね、私これ本当はこういう服なんですけど似合わなさすぎて、ちょっとねここら辺もちょっと痩せて綺麗になりたいです。ナイアノーショットは見た、そう見た、私多分3分ぐらいでいいねした見たよ、めちゃめちゃスタイル良かったからもう羨ましかった、しかも綺麗だし可愛かったし、
大人の顔になってきてるね。本当にやった。そうタイムラインに流れてきて見ちゃった。そしたらなんかキャンディーつけてたキャンディーつけてた。内野はあれ12周年公演の時にあれで仲良くなったんですよ。残念少女めちゃめちゃ練習して、あほののと私とそうめちゃめちゃ練習して、で一緒に結構入念に、そしたら褒めてもらえたので、やっぱ努力したな分だけ見てもらえてるんだなと思うと嬉しいですね。懐かしい。ゆうかたんもハッシュタグあなたの AKB はどこかな、あ思った、さっきトレンド入ってて思いました。私の AKB は、私は AKB にはハマってなかったんですよ。 SKE です。はい、 SKE、 私の SKE は名古屋ドームからですかね。うん、でも名古屋ドームじゃないかも。いつからなんだろうな。でもごめんね様あたりかな。ゆりやさんがその選抜に入ってくらいからおばあちゃんのお家に行くことが多くて、その時に結構ポスターとか飾ってあって、それであ私のいとこが壁に貼ってあるみたいになって、そっから SKE を知って、で初めてその名古屋ドームのコンサート行った時に初めて本当に SKE として活動してるゆりちゃんを生で初めて見て、それでまあソロで踊っててすごいと思って、だってあの名古屋ドームですよ、ですごいなと思って。で私はあでもゆりちゃんが生で見たことはそれが初めてなんですけど、なんだったっけ、なんかこういうドラマ知ってるかなみんな、こういうトマトみたいなわかるかな、トマトプチトマトみたいな、これ伝わる人いますか、いるかな、ドラマのゆりちゃんが出てたドラマを、それの記憶がめっちゃあるんですよね。ちっちゃいながらにそれはめっちゃ覚えてる。プチトマト3人の、あ伝わんないかなプチトマト GTO も見てましたよもちろん。あ伝わってるかな、私ちょっとあんま覚えてないんだけど、プチトマト、わかる？あとあれゆりやちゃんやってやつを見て、おおと思って、なんかガチャガチャ引いててる方がいて、ブラックマヨネーズさんの小杉さんがガチャガチャ引いてて、ゆりやちゃんやってなんか ゆりちゃんが出て、ゆりやちゃんやって言ったのを覚えてる。これ覚えてるよね、これ覚えてる人いない、なんかもうそのまま話が終わっちゃったんだけど、プチトマトです、あそれプチトマトです、ちょっと調べてほしい私本当にそれくらいの時代ですね。と須田さんとゆりちゃんが2人でロケしてて、本当に2人でロケしてて、でそのブラマヨさんの2人もいて、その4人で多分ロケしてたんですよね。その記憶しかないなんか路上でロケしてたのはめっちゃ覚えてる。ヒルドラでアイドル役、それです、それです、明日の光をつかめ、それ、もう懐かしい、響きが懐かしい。この辺トラベラーかな、あそれかもしれないかな、そこら辺ですね。私が結構なんだろう、ゆりちゃんがアイドルっていうことを意識し始めたのは
で SKE を知って、一回私 HKT48 さんのあの若い子には旅をさせよの外資かなに行ったんですよ。そうたまたまね。でその時にカノンさんがいらっしゃって、それであっ中谷好きなんだっていうのを覚えてる。でナコミクさんがめっちゃちっちゃくてっていうのも覚えてる。名前キリプス踊ってた2人で。懐かしい。ハートの場転ばせば今夜すると思ってるの女心を分かっていない。でも本当に好きになりたいって思ったきっかけはもうあれですね、東京ドーム、東京ドームじゃない名古屋ドームです。私と同じぐらいの年齢の子が踊ってるっていうイメージだったんですけど、本当に懐かしい。そう本当に曲も何も知らなくて、でも挨拶の曲は覚えてる。 HKT さんのあと好き好きスキップもやってたの覚えてる気がする。ナゴダはどの辺で見てた？私はスタンドの最前で見てました。スタンドの、上手ですね。上手のスタンド最前で見てた。で、須田さんが手振ってくれたのを覚えてます。下から。で、須田さんがショートカットに切ってて、その時。で、もう知らなくて、普通にロングのイメージだったから。あと、トゥドゥトゥトゥルルルトゥドゥトゥトゥルルルトゥドゥト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 ゥル。1日目だけかな私は。ゆかたんが SK に入ってくれて出会ってくれてありがとうありがとうございます。こちらこそなんかびっくりですよね。8年も前のロナゴヤドームやば。あとでそっからそのいろんな DVD をその見ることになって、ユリアピースはみんなの誇りっていう横断幕みたいなのがサプライズで出て、でそこでトークにいてもりーちゃんが踊ってる DVD を見て、おすごいと思って、はぁと思って、こんなにね大きな会場でこんなことができるんだって思って、ですごい感動しました。でそこあったりからそれが埼玉スーパーアリーナなんだ。うん、懐かしいですね。そう、それのオーダーマン君のあの DVD を見て、おーすごいと思って。でもゆりちゃんが好きじゃなかったら、本当に好きじゃなかったから、それは本当にすごいことだな思います。長田ではサイレム売ってたのかな。私はなんかもうあのポキって折るやつを売ってた懐かしい。そうメンバーがね警備のね服をね着てたよね。オレンジじゃなかったんでオレンジのサイレムは振れなくて、でみんなオレンジ振ってたからもう一人だけ下げてただピンクかなんか振ってた気がするな。まだサイレムの文化もあると知らなかったし、そう100円ショップでこうポキって買ってきてこうやって振ってた。だからあのオレンジの方、オレンジ配ってなかった、あ配ってたわ、配ってたけど全員分は配ってなくて3本ぐらい4本ぐらいかな。で多分自分、あお姉ちゃんからもらったかもしれない、あ覚えてないかもそんなに。あでミライトはあのミュージックビデオを撮影してたの覚えてる、逆再生のやつだから私もなんかすごい曲が流れとるみたいな感じだったけど、難しい。そうなんかゆりちゃんのそのソロ曲が
始まるまでもうゆりちゃんが全然出てこなくて、ゆりちゃんどこだろうってずっと探してたんですけど、そしたらゆりちゃんがソロで出てきて、あ、このために準備してたんだと思って、難しい。常盤先生も同席、あ、もちろんゆりちゃんもいたし、お兄ちゃんもいた気がするな。結構大勢で見に行きました。難しいですね。はいはいはい、テンポだけでメンバー踊れるなんてすごいなと思う。だよね、なんかコール静かにみたいな、お静かにみたいな感じで拍手だけしてくださいみたいな感じだったよね。だったよね。覚えてないけど、懐かしい。戻りたい気もあるし、これから先また名古屋ドームに立つだ。でも立ったことないからわからないんですけど、めちゃめちゃ楽しそうだなって思いました。でそれが私の始まりなので、 SKE のとのだからね、やっぱそっから応援してくる方はさ、まだ私が SKE に入ってる前から応援してくれてる方はね、なんて言うんだろう、より感慨深いですよね絶対。もうなんか生活の一部が好きっていう方が多そう、分からんけど。私ももちろんそうだし、ファンの方もきっとそうですよね。あとエビカルチョ、あ違う、エビフライデンナイトだは見てました。だから今の重力シンパシーの衣装がそのエビフライデンナイトの衣装だっていうのはめっちゃのアレンジした衣装なので、公演でやってる今の、だからなんかすごいびっくり。エビシリーズはめっちゃ見てましたね。なんか今でも結構鮮明に覚えてる。Hulu で見れるから、そう、あとあれも見れた、あのあれよ SKE ビンゴも Hulu で見れます。私も一個だけ出ました。懐かしい。自分はマジカルラジオ、あ、マジカルラジオはなんか聞いたことあるけど見たことないかもしれない。AK ビンゴ見てた、 AK ビンゴ見てました、ずっと見てた。ドッジボールで、なんかドッジボールであの出るやつが無茶振りドッジボールか。 AKB は前田敦子さん推しだったので、そう、 SK ボーテードの世界征服女子は見てました。懐かしい。めっちゃ一番好きだった。私は早口言葉、世界の早口言葉でなんか何だったっけな、右耳の2ミリ右に、右にミリミリみたいな、それがツボすぎてずっと見てた。あとね、何だったっけな、懐
懐かしい、響きが懐かしい。世界征服女子はマジで好きでした。本当に好きだった。あのキャラクターも好きだし、歌唱する時にも好きだし、 S 女、右耳の2ミリ右に、右右耳みたいなのやつで言えなかったら、なんか外人、あの外国人の方が出てきて、なんかうわうわみたいになって終わり懐かしい。なんだっけな、あのゆっこさんかな、ゆっこさんがあのなんだっけな、めちゃめちゃ上手くて早口言葉が、それをめちゃ覚えて、あとなんだっけな、なんだっけ、どういう回がありましたっけ。 S 上私そのね、右の2ミリ右にがそれが記憶的すぎたのにめっちゃ残りすぎて、右耳の2ミリ右に、右2ミリ右、何があったっけ。その時の映像、私 DVD 持ってないのでどこで見れるんだろうって感じ。覚えてるかな、ヒゴちゃん大爆笑、ヒゴさん、え、全然覚えてないかも。私その時そのメンバーが誰か把握してなくて、把握してなかったけど面白、なんかもうただ面白いから見てたみたいな感じで、ゆりちゃんと須田さん、ジュニアさん、レナさん、大山まさなさんあたり、カノンさんあたり、あとゆっこさんとかはたさんとか覚えてるけど、うん、あとなるさん、なるみさんがすごいまきこさんのことが大好きみたいなのを言ってたのを覚えてる。懐かしいちょっとあの時間を確認したら47分でした。私もこれさ、そのままパッて切れちゃうの嫌だからごめんなさいね。そう、ルナさんが出れなくてリムジンで迎えに、SK48 の娘にいかが、うわ懐かしい。それは見てました。私キノコの農園にゆりちゃんが行ってたのは見た。懐かしい。なんかキノコはどう生えるのかみたいな、栽培するやつで、なんかうわー懐かしい。椎茸、そう椎茸だ、うわー懐かしいな。娘にいかがは懐かしすぎる。それも見てた。この木を運んでるイメージがあった。すごい。でなんか帰るとき泣いちゃってたのは知ってた。懐かしい。今から一つ出られるとしたらどの番組に出たい。うわー、なんだろう。でも世界征服女子はめっちゃいいなと思って。でも娘にいかがもいいな。その期間だけ名字が変わるんですよね。あ、フレンチトースト作ってた。懐かしい。うん、私多分ゆりちゃんの回しか見てないかも。チュリさんの回も見た気がするけど、ゆりちゃんの回がすごい覚えてますね。懐かしいものばっかり。行ってこい48、聞いたことあるけど見てないかも。アルバイト劇場は見てた。なんかどういうのか見たらわかるかもしれん。
見てないかも、わかんないや。うん、エビシリーズは見てましたよ、全部全部は見た。見たことあるのかな。ミナルのシーソーは見てた、見てました。見てましたよ。名古屋では放送してないのもあったしな。うん、だし、なんだろう、あんまその AKB で育ったって感じじゃないから、あんま知らないものも多いかもしれない。懐かしいものが飛び交ってますね。でもとにかく本当にゆりちゃんがいたからって感じですね。私の始まりはこんな盛り上がると思わなかった。懐かしい。でもみんなもそれも10年7年はもうそんくらい前でしょ。7から10年ぐらい前のもあるかもね。すごい。方の歴史を知れたのが嬉しい。ああ、いいですね。やっぱそんなあんま話したことないからね、私も。当時優香ともまだ10歳でもない。うん、10でも10歳ぐらいだと思うな。10歳。うん、ドームの時は9歳だった気がする。9歳か10歳。はい、今高3？今高2です。高2、高2なので17です。22時までです。そうだからもうすぐ終わりかな。みんな見てくれてありがとうございました。あと8分だって。ありがとう、教えてくれて。そう、でも劇場公演とかも見学も行ったことなかったし、劇場公演っていうものがあるのも知らなかったの、入る前は。ずっとなんかコンサートとか握手会とかをしてたのかなって思ってたけど、劇場公演という素晴らしいものがあるなんてね、全然知らなかったです。はい。みんなもいろんな歴史があって、こうして SK を好きでいてくれたり、こうまだね、まだ歴史がないよって方もこう新しく好きになってくれたり、全部の SK に関わってくれてる方がどんな時であれいてくれるのはすごい嬉しいですね。こうしてメンバーになって思うことはそれです。でも AKB48 って本当にもう知らない曲はなかったからすごいよな。でもあのお兄ちゃんがプッチョの AKB プッチョの時のなんかフィギュアみたいなのをなんか部屋に飾ってたのを覚えてます。お兄ちゃんが大島優子さんが好きで、私はなんかそれのなんかのなんていうんだろう、お兄ちゃんが好きで知ってたって感じですね。プッチョとか、あとはなんだろう、波乗りかき、なんかね、ノットイエットがすごい好きで、お兄ちゃんがでノットイエットの CD を一緒に買ったりとか。そう、 AKB48 っちょ。あ、そう、あと野菜、トマト、人参、アメーバビグもやってたよね、懐かしい。アメーバビグ私結構世代ですよ。だいぶやってた、だいぶ凝ってた。
私ライフとワールドまでやってたから、ライフ、アイランド、あとワールドまでやってたので懐かしい。あの AKB48 学園みたいなのがあるんですよね、部屋で。そう、私ピグワールドとピグアイランドとピグカフェとピグなんちゃら結構やってました。今終わっちゃったけどね。めちゃめちゃあの課金、親にね500円ぐらい課金してもらったりとかもしてた。アメーバピグ凝ってたな、懐かしい。めっちゃ前だよ。でなんかメンバーが現れたら、なんかメンバー現れるんだよね。よいしょメンバー現れるんだよね。なんかお兄ちゃんがともちんさんとなんか合流じゃないなんだっけ、なんていうんだっけ、遭遇してなんか盛り上がってたの覚えてる。結局何だったの、何が先に挨拶、配信ありがとうございます。結局何だったのって何だったんだろう。あいちゃんって結構いろんなこと知っとったよな。あ、結構知ってましたね。まあ若い子は覚えるのがね早いからね、その私も若かったから何でもそう、あ、なんか集めちゃうじゃん、隠れオタク。あ、そういう感じだったかもしれない。明日、あ、そうだね、明日お話し会、オンラインお話し会です。ぜひ楽しみにしてますのでお話ししましょう。もう終わりかな、もうすぐ。みんな見てくれてありがとう、本当にこんな夜遅くない、あ、57分、みんなありがとうございました。スクショタイム、イエーイ。おやすみ。何しよう。はい、ポーズしてください。皆さんが。何がいい？ほら見て、お腹が消化してる。ごまドレッシングを。ウィンクください。ウィンク。ウィンクってこっちがいいですか？あ、すごい恥ずかしいわ。やめよう。イケメンポーズ。これめっちゃ好き。ギューハート。はい。私の最近ハマってるのはこれです。ハート割っちゃったみたいな。はい、皆さんありがとうございました。また明日会える方はよろしくお願いします。そしてまた配信するので見てください。みんなありがとう、バイバイ。気をつけて帰ってね、じゃない気をつけて寝てね、夢で会おうねバイバイ、ありがとうございました。